地球ジャーナル、ゆあちゃん、ジャーナリストのしゅうらいゆだよ。はい、よろしくお願いします。こんにちは、しゅうさん。ゆあちゃん、こんにちは。突然質問なんですけども、2人なんかはあれすごい若い、はい、私の息子より若いじゃん。そうですよね、やっぱ現代的に。はい、まず僕はその東京で18歳で、その来たっていう名前で YouTube やってるんです。今日はその収益さんになんかどう単純中国につたいなっていうのと、あとそのなんか今後の人の読書とか聞いてみたいな。珍しいね、18歳で中国ね。まあ今日興味を持っているっていうのは、まあ、まあ、独自の進化してる、嬉しいですね。で、もう一方はということで、大阪大学の松崎亮太、学生の松崎亮太と申します。で、ひぶたんというかやってるのが、あのディベートですね、あのディベート教室みたいな取り組みを、まあ、してるというか、今、企画中です。で、本日は、今何年生？あ、今まだ2年生なんで、あ、19歳です。はい、19歳、2年生。はい、はい、2年生。もうディベート部、どのぐらい やられてるの？まあ、半年ちょっとこですね、本格的に。半年やん。じゃあ、まだ、はい、半年だと、もう、全然、まあ、多分まだ慣れてないでしょ。ディベートで、まあ、半年は多分、勝つんだなって思います。まあ、まだまだです。まあ、一応、なんだろう、なんか、競技としてやって、それは、方法論というか、方法とかちょっと勉強したりしてます、うん。まあ、いいけど、はい、さっさと、買ってこれ。はい、はい。ということで、早速ね、結構僕、世界情勢に興味あって、ということで、僕も質問したいことあるので、はい、早速、いきます。はい、今はやっぱロシアがウクライナを占めてて、ほんまに世界中が、もうそれに、もうなんか、釘付けになってると思います。うん、例えば、中国、まあ、西側というか、日本とかやったらほんまに、ロシア反対みたいな一色だと思うんですけど、でそこでそう中国の国民というか、まあいろいろ言うと思うけど、大体中国の世論ってロシアのウクライナ侵攻についてどういうふうになっているのか、中国の国民ってどう思っているのかなっていうのを知りたいと思います。なるほど。まあそれは言うのが簡単なんだけども、まず2人に聞きますけども、うん、中国の国民はどっち側に立つと思う？僕はですね、まあ、多分インドと本当に似た立場になってると思ってて、まあ、純粋に、その、例えば中国も自分国の利益をすごく重要視していると思うんですよね。うん、そうなった時に、まあ、当然、その、安くロシアから、天然資源や、あとは、その、穀物を輸入できるので、その、まあ、間に立って、でも、ロシアに肩入れすると、それはそれで、その、むしろ中国にとってマイナスになってしまうからこそ、中立的な立場っていう名目で、自分たちが安く資源を手に入れる。そして、アメリカが、ロシアで体力を使ってもらうという、そういうことを狙ってるんじゃないかなと思って。中国は中立だと。建前上中立です。うん、若干よろしいように。松崎さんも中国は中立できるか？と思う、できると思う。僕の思いっきりだったら、まあ、中国はその、まあ、ロシア、アメリカと対決したいというか、反アメリカ、アメリカと同じことなんで、アメリカに反対したいという点では、まあ、それはロシア語りしたいと思うんですけど、でもロシアの今やってることって、なんか、いくらなんでもその非人道的すぎというか、どういう観点から見ても、それこそ、ロシア側のロジックから見ても、さすがに、なんていうの、非合理的だし、非人道的だから、うん、さすがに、その、ロシアに戻ってあげて、ロシアが全部正しいっていう中国とか、国民に思えないと思うんですよね。うん、だからそういう面で中立になるのかなと思って。うん、中立っていう、うん、中立っていうのを曖昧にしてるんですよね、今、中国政府は。うん、結局ね。ですよね。うん、中立じゃできないと思うんですね。アメリカはやっぱりどちらかというと、ロシアと一緒にくっつけて、で一緒に叩きたいんですよね。そうですね。うん、でも中国もそれは分かっていて、まあその表面上やっぱりそういう見せたくないんですよね。うん、うん、でまあ
ウクライナもね、中国で実はすごくあの、はい、仲悪くないんですよ、いいんですよね。そうですね、はい、中国の船とかそうですもんね。そうですね、まあいろいろその恩恵を受けてるしね、中国は、うん、まあ本当にあの、また最大の貿易国家です。あのあれですよね、相手国家ですよね、やってるんで。うん、さっきインドの話ちょっとあの出したんだけども、それは、はい、あのかなり、まあ、18歳の、ね、若い人にとってはインドを出すっていうのはすごくあの僕はびっくりしてて、あの、まあ、インドは本来ならアメリカどうしようかと、アメリカの同盟みたいな感じで、まあ、一緒にやろう、一緒に、ね、誘われてる、中国もう対中国って面で、うん、なんでインドがそのアメリカの言いなりにならなかったのかと思いますか。やっぱりまずインド自体はそもそもロシアから大量に兵器を輸入していると、はい、でまたあのロシアとも関係が実は結構良くて、でアメリカとも当然アメリカ企業もいっぱいインドに入ってて、でロシアから大量に資源を輸入しているということで、ある意味その日本とは違ってそのなんだろう、主権があるというか、そういう、まあ、自分の意思を示せる国力がある国、まあ、そこは中国と同じで、そうか、国力あるかどうかはね、うん、まあもともとそういう国なんですよ。そういう国、どこにもね、うん、あの同盟しないっていう、当時のそのね、あの、元総理大臣、元首相かなからずっとそういう路線はやってきたんですよね。うんうん、で今中国とあのまあ仲悪いとはあのその見られてるんだけど、実際インドってね、すごくあの外交とかね、すごくあのうまいんですよね、したたかっていうか、すごくうまいんですよね。だから、じゃあもし中国はインドのように、まあ、あの公然とこういうことをやるとすれば、アメリカからまた文句言われる。なんでアメリカがインドに文句言われる、言わないんだよね。アメリカがインドですか？インドに対して。なんで？アメリカはもう、はいはいはい、あの同盟国にみんな似てるでしょ？ロシアに制裁をあのするんだと。でもしロシアとあのその貿易とか商売あれば、もうあのお前の国もあの一緒に、まあ、制裁しますよって言ってるんだよね。僕はそんなあの他の国に強く言ってると思ってなくて、例えば UAE とか、うん、あとはサウジともアメリカの関係がいいじゃないですか。うん、でも今回いやサウジは最近ね、ちょっとあのアメリカ中国側に、うん、そう、なんか人民元であの決算しようとしてるんですけど、今のトランプとは仲良かったんだけど、今のやっぱりあのバイデンはあのそのサウジアラビアのその要するに非民主的なやり方を立ち入れてるから、うんうん、ちょっとあのその二国の関係はあんま良くなくなってるね。まあそういうこともあって、じゃあインドを完全に味方に入れるっていうのは、すごく難しいじゃないですか。難しいよね。だからその敵対をするよりもむしろ あえてそこは中立に置いといて、そこですごく体力を使ってしまうよりも、あのアメリカがある意味国力がそこまでない、インドを完全に仲間に引き入れるほどの国力がないと。うん、国力というか、まあ、多分おそらくアメリカもアメリカの その、あの自国の、ね、国益をまあ大事にしてるから、要するにインドに渡す会がないからメリットがないんで、だからインドはあのやっぱりもう本当についていかないと思うんだよね、うんうん、まあ、だから中国も結局そうですね、インドのやり方と似てるかっていうと、もうちょっと似てなくもないんだけど、はい、ただね、あのアメリカは要するに今回だからあのロシアとあのウクライナドンパチしてるんですよね。で、まあ、本来なら中国 の、 その立場としては両方の国とも仲悪くないから、うん、要するにあの仲介にあの、ね、あのその勝手で出ればいいんだと。でアメリカもおそらく仲介あのしてくれるんだろうって、ね、あの期待してるんです。なぜあのその仲介に出なかったかって、あまりあの手を挙げて出なかったっていうと、うん、仲介したらあのうまく説得してもしなくても結局中国にとってあんまりいいことはないんですよ。そうですね、あ仲介だから中国のスタンスでは、まあ、要するにあの中国だけじゃなくて他の EU もドイツもフランスも、ね、全部一緒に要するに仲介しようっていう、うんいう感じなんですね。うまくやったら、いややっぱり中国 の、 あの話しかしあの聞かないから、中国とロシアは一緒だっていう、で結局またあの叩くんで、じゃ失敗したら、はい、中国はやっぱりダメだっていうことになるんですね。
ああ、そう、なんかそう、こちらの中国政府の話になってるんですけど、ああ、そう、それで、うん、あそう、僕、2点目、ちょっともう一個質問したかったのが、なんかそう、中国がそのロシアに対して今後、なんていうか、どうしていくのかなっていう、まあ、すごい、こうやって、ふわっとしてるんですけど、来たくて、で、僕的にはなんか、なんか僕がほんまにこの勝手な想像ですけど、中国がなんか、ロシアが多分これが経済制裁でどん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 弱っていくと思うんですけど、ロシアがもう弱い切ったところになんか中国がその結構お金とかだからもう完全に中国の経済力でロシアをもう影響圏に入れちゃったりするのかなとかちょっと思っていたりします。中国のその経済規模もう本当にそのロシアっていう荷物をねちゃんと最後まで、うん、持てるかっていうね、支えられるかどうかの問題ですよね。うん。でも、ロシアはそこまで、なんだろう、成り下がったのかなって思って、あるがね、あんなその、世界第二のその軍事大国って言ってて、なんか大したことないねってかって思わない?なかなか、うん。武器もね、かなり古いし、うん、なんかそうですね、うん、結局もうあれなんか侵攻も持った財政的にロシアの財政的になんかもう持たないんじゃないかなみたいな思ってますね。本当そうですね、はい、経済はやっぱりダメなんですね、うん、今だから中国からまあ要するに今回そのプーチンが戦争を仕掛ける前に中国に渡ったんですよね、うん、かなり莫大なそのお金契約でね持っていたんで、しかも人民元で持っていたんですね。だからロープルだともう今本当に紙くずみたいなもんですよ。どんどんね使えなくなってるんで、その辺やっぱりちょっと中国からのそのねこういう資金を持っていってまあちょっとは持つんだろうっては多分感じたんでしょうね。だから手を出したんですね。うん、それでなんか例えばその衆参とかは、うん、そのなんかこのウクライナ問題とかに関して、うん、なんか個人的な意見としてどういう持ち合いなんですか、ね、僕は個人的に結構に西側も悪いは悪いと思ってる。ロシアが7悪くて、うん、西側が3悪いと思ってるんですよ、僕は。もうあんまりいや、とりあえず衆参の意見。僕は心境的は、やっぱりロシアは基本的にあんまり好きじゃないんですよ。だから、ロシア、ソ連のその影響で中国は共産国家になって、うん、で、今ずっと結局、ソ連は崩壊しちゃったんですね。で、中国は、まあ、お兄ちゃんになってるんですよ。本命なら、ロシアお兄さんですね、うん。お兄ちゃんになってて、まあ、あとは北朝鮮とキューバとラオスですね、うん、4つしかないの。あとベトナムか。5つしかないね、社会主義って。うん、だから、ロシア、その本家のロシアも共産主義を捨てたのに、なんで中国はまたずっとそのね、代わりにやってるんだ、頑張ってるんだっていうのは思ったりして、しかもロシアって、あの国ほど中国から莫大なその領土を奪ったっていう。まあですね、沿海地方を持ってるからね。うん、あるし。満州の左の。そうそう。うん、だから、一層ロシアが弱くなって、で、もう中国はもう極東の土地は全部奪い返すんだっていう、そういうのをやってほしいなと思ったりするんだよ。まあ、それは、私、気持ち的ね。その一部 その中国の国民もそうも思っていると思うんだけど、まあそう。そうそうそう。で、今回のその、トンパチ戦争っていうのは、まあ、もちろんその、まあ、中国政府にもね、それ習近平はいたんだよね、うん、要するに手のひら一つだけだとたたえないんですよね。二つがあるから叩けるんだ、うん、要はロシアにも原因があって、うん、ウクライナにも原因があるから、うん、だから結局喧嘩してるんだって言ってたんだけどね、うん、まあそれはそうでしょう。ウクライナが今までどういうことをしたかっていうのも多分検証しなきゃいけないんですよね、うん、
あとこれすっごい話変わって下世話な話なんですけど、今ロシアの小麦とかが中国に輸出されてるじゃないですか。はい、それをどうにかしてなんかアリエクスプレスとかで買って日本に輸入したら結構これ売れるんじゃないかなと、小麦が。ああ、日本の方に。でもそれバレたら、あのどこの国産の。バレたら。バレたらもう制裁を受けなきゃいけないよ。制裁を受けなきゃいけない。そうそう。これやめた方がいいです。はい、いいですか。ちょっと話を戻して、僕は安全にロシア、ウクライナのちょっと話しました。僕は結果的にはロシアはもうほぼ9割ぐらい悪いと思ってます。で、なんでかっていうと、まあ、今、もうロシア、今、もう結構戦争結果的になんか、さっきも言ったけど、ロシアが言ってるロジックって、ロシア側の主張から見ても、今の戦争っていうのもなんか悪いというか、悪いことないし、なんでかっていうと、ロシア最初何言ってたかってなんか、なんかロシア系の住民がウクライナに殺されているとか、うん、まあなんかそういうこと言ってた気がするんですけど、あとはなんか非ナチ化とか言ってた気がする。結局言ってることってなんかもう万全というか、もう無機動に、もう軍隊を動いて攻めて、もう民間人もまとめて攻撃してってやってるから、それずつもなんかロシア側がそもそもなんか何で攻めたかっていうと、まあ人道的な、まあ、あっちの軸で言うと理由だったんですけど、今もうロシア系の住民とかもウクライナでどんどんロシアが殺したりするし、って感じなんで、もう完全にこういうロシアの、まあ悪いというか、もうミスというか、失敗したなと思ってます、本当に。あ、でもロシアの民族はそもそもやっぱりこういったその侵略的な、まあ、歴史とか民族なんで、バルト三国の問題はなぜこうなったのかっていう、うん、まあ結局ロシア側もウクライナ側のその原因もあるんだけど、でも一番大きな原因はアメリカはそういうふうにさせてる、うん、そこを見てそれこそどうやったかな、アフガニスタンなんかもうアメリカがもうタリバンにもう明け渡し知ったんじゃないですか、うんうん、去年の夏ぐらいにあれが大きいっていうのはどっかみたいな、だからあれ見てアメリカはもうなんかもう世界の警察官辞めるんやっていう、もう認識が、うん、もう特にプーチンとかに植え付いちゃったというのもあるのかなと、その点で言うと、アメリカはその世界の警察を辞めたからプーチンは代わりにやると、もうい、プーチンはやれないでしょ、そんなに力も経済力も軍事もないと思うんだけど、だから要はアメリカが、まあ、結局ロシアを潰したいわけよ、うんうん、潰したいから、だからウクライナをその駒にしたんですよ。あ、だからウクライナがロシアから独立した時からもうアメリカからの工作はずっとやってたんですよ。だそれはこうそうして今そうなったんですよ、うん、っていうことは根本的にあると思う。ただ今回最終判断を下したのはプーチン大統領じゃないですか。まあそうですね。だから、うん、そのまあ確かにアメリカは戦争を煽ってたと、うん、これも間違いないかもしれないんですけど、でもその最後の一歩を踏み込んだのは先にロシアが踏み込んだと思うので、これはやっぱり最後の判断をプーチン大統領ミスったんじゃないかな。いや、周りがプーチンは結局その判断を下しても下さなくても、結局プーチンはやっぱり結局下すしかないんですよ。じゃあもうずっと要するにウクライナがせなら、どん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 やっぱり西側取られてる、西側に寄っていって、まあロシアに超過出すじゃない、うんうん、まあ今まで結構ロシアにもいじめられたりもしたんと思うんだけど、うん、でもこれからもうその西側の方のね後ろ盾があるから、もう今度はその NATO にも入れるし、EU にも入れるんだと、ウクライナはそう思ったんですよ。でも実はそうじゃないんですよ。そう、そんなにいや入っていいよっていうの全然もらってなくて、うん、だから そこでちょっと多分やりすぎたことがあったんですよね、うん、でロシアがもう敵金を下したんです。あとはロシアもうこれ完全にその手段の話ですけど、ロシアのなんかも
軍事作戦がもうなんか本当に軍事作戦が本当に意味わからないとか、あの例えばあのもう例えばあの東側の領土だけ欲しいんやったらもう今もともとはあの親ロ派で制圧してたところに軍あのロシアの軍隊送ってそこで止めればまあその東側の領土あの切り取れるし、あの南のなんかもう南のクリミアと本土連結したんやったらそこだけ軍事もうさっと全軍をほぼ全軍送ってもう確保しちゃえばそれ現状維持って感じでもうそんな人類あの規定事実にしちゃって取れるし、あとウクライナの政府が気に入らなかったのもキエフに全軍あの攻めてキエフ攻め落とせばまあ多分それでそうすればもう多分傀儡政権立てたらと思うんですけど、なんかもう今結局実際やったのってなんか全土になんか、ま、もうほんまにまんべんなく軍隊送ってって感じでなんか長期化してるから、なんか軍事作戦的にも完全に意味わからないというか、あのロシア側はね結局その兵士たちに真実を教えてないんです。ああそれもあります。特別な任務があるからとか言って、だから心の準備もできてないし、そうでも、そうでも。出ていきなり戦場に送られて、最初からは、最初はいいけど、その後やっぱり反抗にその会うと、なかなかあの そういう戦意が高まらないじゃん、まあそうですね、兵士たちが、うんうん。そうそうそう。だから、その あのクリミアっていうのは、まあ、もともとロシアの国土なんだよね。でその後はあの、ロシアのその、フルチョフ、フルチョフ、フルチョフがそのウクライナに、まあ、要するに、まあ、調達したんだ。でそれなぜかというとフルチョフはウクライナ人なんですよ、うん、でだから その辺でちょっと後で分かってソ連ってのは面白いねっていうの。ロシア人が必ずしもトップに立たないんよね。スターリンだってね、スターリンだってね、グルジア人だよね、今ジョージア人だよ、すごく仲悪いってあのやってるんですね。そういう面ではね。であとその東部ですね、東部の方が実は 70% ロシア人なんですよね。そうですね、うん、ロシア人でまあもともとロシア人とウクライナ人兄弟みたいなもんで、うん、まあね一緒に結婚したり、まあ、親族がねみんなあちこち住んだり、うんするんだけどやっていて、でもゼレンスキー大統領が最初は多分ねプーチンさんが舐めてたんですよね。 あれねただのそのお笑いタレントみたいなもんでしょああいうんで、うん、だけどやっぱり彼は彼でやっぱりさすがだなと思って、うん、自分の株を上げたんですよね。ですね、やり方はちょっと汚い部分はあるんですよ。国民を盾にしてるじゃない、国民を。あ、うん、なんか本来ならいいのかなっていう。 だからまあとこう日本でもね橋本さんとかでね、まあ、こう先に降参すればよかったとかで、うん、そんな死者も出なかったんだろう。それはないとは思いますよ、まあ、皆さんそう思わない。交際したらその民族はもうあれだ歴史にこの汚名を残すよね、絶対ないし、しかもウクライナ人ってね、まあ、ロシア人によくその戦闘民族だって言われるんだけど、ウクライナ人こそ戦闘民族なんです、あれは戦がすごく強いんですよ、うん、すごい。だって第二次世界大戦の時やっぱりドイツ、ナチドイツとか、だからものすごくウクライナ人がいっぱいいたんだよね、戦線で、うん、やってたんですよ。だから結構でも一方やっぱりなんだろう、アメリカとか西側はかなりその武器をね、うん、送ってるんですよ。うん、その武器を送っていて、でかなりその戦車とかをね壊してるんだよね、うん、あとは対空ミサイルとか今まだなんかロシアが結局まで制空権を取れてないっていう状態らしいんですけど、それはミサイルで飛行機を落としてるかっていう。そもそもウクライナの正規軍はどこにいるかのロシア軍で分かってないじゃん、把握してないよね。ま、そのちゃんとしたその戦いまだそのね遭遇してないからやってないじゃない、うん、
うん、逆にロシアのダラダラしてるね。しかもなんか要するにあの公演舞台がね全然あのできてないんですよ。ああしかもそのあのそのなんだろうあの食料の供給もねあまりついてないし、うんうん、大変だよね。じゃあ撤退するっていうのもねそれも言えないしねシャレならないから、うん、もうロシア今あの一つのケースとしてなんかロシアがあの結局多分そのうちウクライナ全土占領したとしてもなんかあのそれこそソ連にとってのアフガニスタンとかみたいになんかひたすらあのウクライナのあのなんてあの反乱軍というかパルチザンと戦い続けてあの資源とか全部浪費し続けるっていうそういうのになるのかもなとか思ったりしてますね。点で抑えるけど面で抑えない。あ、そうそうそう、面を抑えないっていう、あの、うん、日中戦争の日本みたいな感じ。ああそうそうそう、もう今もウクライナ人っても絶対ロシアにも屈服しないと思うんですよ。あ、少なくとも大部分の人は抑えられるけど、あの面、うん、ちっちゃな村とかそういうちっちゃなもののところの全部抑えることはできない。じゃあプーチンは多分そこまで多分考えてないと思う。多分どっかで休戦する。多分無理だって思ってるね。まあ、ああ、だプーチン判断間違ってるのもどころもあると思うね。ウクライナ人がそんなにロシア人があの恨んでるのか嫌いのかって多分、うん、彼があんま思ってなかったんですね。だってそもそも親戚じゃん。ね、親戚不幸国で、うん、昔でもそこまではね、お互いね、あのそこまではならないんだろうと思ったんだ。でも徹底的にも抵抗してるから、ちょっとね、これは立ち上がらないよね。多分なんか最初ほんまにあのプーチンが持ってたなんかキーウ軍低軌道に戦車をキエフとかあのハリコフとかに送ったらもう市長とかまあゼレンスキーとかもう全員その戦車見ただけ降参して、戦車というか軍隊来ただけ降参してくるかなって思ってたと思うんですよね。うん、で今あのキエフをね包囲してるんですよ。少なくとも今 でその同時なかなか攻めきれなかったからでちょっとその両方ともなんかしてるんで態度をね、まあ、話し合って今タイム、うん、あのね3回目やってるんですよ。それもあんま結果出なかったから。でもプーチンとしてはやっぱり少なくともキエフを攻め落としてからなんか自分が有利になってでいろんな条件ね出せると思うんだけど、でもウクライナ側もね結構抵抗してるからなかなかどうなのかな、うん、そしたらこれベトナム戦争みたいにめちゃくちゃ長期化してゲリラ化する長期化してるんするのかね、うん、まあそのうち多分朝廷もあの出てくるんでしょう、うんうん、ただベトナムだとアメリカかなりその経済力とかね、あの国力があったんでできるけど、ロシアはやればやるほど、あの長ければ長くあのその続ければ続くほどロシアは多分持たないと、うん、持たない。我慢勝負強そうじゃないですかロシア。例えばそのなんかスターリンの時とか、うん、スターリングラードとかっていうもう、うん、決死の戦いをして勝ち抜いた国じゃないですか、うんそううん、ものすごいその国民が餓死したりとか革命とかで死んだりとかしてでもある意味最後は勝利を掴んできた国だから、そのものすごくなんかこう短期で終わる話じゃなくて結構長期化して、でもそれは自国でそういうふうに強いられたからやっぱり戦うか、今回違う他国で侵略してやって、そこまで国民はついていくのかって思わない。うん、だから外来 の, その侵略者が出てくるはやっぱ抵抗するっていうのはあるけど、今回立場逆じゃん、自分たちが攻めとる、うん、そう多分ないと国民がついてこないって行かないと思う。だって現にあの国内でも結構あの反戦ね、あのその活動運動もしてるから、うん、で僕はあの通訳と翻訳会社してるんだけど、やっぱりそのロシア人の通訳さんもいるんだけど、そのぐらいだ、あの半々ぐらい、3半4、6ぐらいかな。はい、今日はまあ結構いろんな話して、まあ結局最後になんかどんな話したかというと、まあロシアウクライナ侵攻の完全にロシアのぐらいの問題になったと思います。ということで、まあ、いろんな話して最終、まあ、このロシアとウクライナ戦争がどう終わるかっていうのを、まあ、このお三方、僕と2人の意見をまた、聞いていこうと思います。で、僕はそうですね、まあ、そのうち、まあ、プーチンがなんか妥協点な、プーチンとまあゼレンスキー、まあ、ロシア、ウクライナ妥協して、まあ、停戦になると思いますが、どうだろうな、まあ、
まあ、ウクライナが、まあ、とりあえずちょっとなんか、領土取られて、まあ、とりあえず NATO とか EU 入らないっていう、まあ、条件で停戦するのかなとか思っています。はい。うん、じゃあ、次、北さん。北さんは、僕はそのまず東部2州は取られたままで、クリミア半島もそのままですと。で、そして EU、NATO には絶対ウクライナは入らないで、最後、ロシアも経済的に厳しくなって、で、アメリカとかも、じゃあここで落とし前をつけようかとなって、で、その停戦合意がされて、まあなんか朝鮮戦争みたいな感じで、ずっとその終戦にはならずにずっと停戦が続くと。で、その後、徐々にゆっくりロシアに対する制裁が緩んでいって、で、ヨーロッパもエネルギー問題大丈夫だよねっていうふうになって、まあ、いつも通り10年、20年かけて戻るみたいな感じです。いや、私は、多分、プーチンさんに死んでもらうと思ってます。一方は、まあ、暗殺ね、その部隊もね、もう派遣されてるから、うん、まあ、それはうまく、できなくてもプーチンさんは、まあ、糖尿病なんで、どう見ても顔が糖尿病なんで、そのうち死んでしまうと。でそれだったら、まあ、停戦するんですよ。だったら中国は大活躍ですよ。中国 その経済インフラ建設とかで、ね、多分1年でもうウクライナがどん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 また元の状態に戻すんですよ。あ、はい、ということで、こういう結果でいいのかな。まあ、うん、その時は日本もね、じゃあうちもやりますよって、中国さん一緒にやりましょうって、中日本と中国と一緒にウクライナを建設すると、うん、ね、それでいいですか。そうですね、そう言ってみます。それでいいですね。いいですか。平和で、アメリカさんはもういいよ、アメリカはあんたたちのせいだから一緒に入ってくるその資格はないと。アメリカが一番金出すんじゃないですか、あるとしたら。あ、じゃあ、まあ、そう、金出してもらおうか。罰金だね、罰金。じゃあ、それで、はい、決まります。